こんにちは、ボイストレーナーちぎろチャンネルのちぎろです、本日もご覧いただきましてありがとうございます、今日はですね、グリーンさんの星影のエールという曲のですね、歌の解説をしていきたいと思います。 NHK のエールというドラマの主題歌になっている曲になるんですけれども、なんかこうパッと聞いた感じ、なんかグリーンさんっぽくない感じが一瞬したんですけど、どっちかって言ったらなんかゆずさんが歌ってそうな感じの曲かなっていうね印象があったんですけど、すごいいい曲なのでぜひですねチェックしてみていただけたらなと思いますので、早速やっていきたいと思います。でまず最初にですね、この曲のリズムなんですけれども、3連符の連続っていうような、ね、感じになってます。だいたいこうリズム取るときって1、2、3、4、1、2、3、4ってこんな感じで取ると思うんですけれども、この1に対して音が3つあるような感じですね。タタ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 、こんな感じでこうリズムがずっと終始続いてきますので、そのリズムを感じながら歌うというのが前提として大事になってきますので、ポイントとして押さえていただけたらなというふうに思います。で最初の A メロの入りなんですけれども、泣いて生まれて響く命って入るんですが、最初の泣いてのなからですね、しっかりはっきり入るような感じがいいと思います。でこれできれば表情筋を上げて歌うといいかなと思います。どうしても下がっちゃうとですね、泣いて、ね、こんな感じになっちゃうので、この表情筋を上げてですね、泣いて生まれての方が、泣いてよりも響きがこう抜けていきやすいんですね。の、泣いて、泣いて、泣いて、生まれて、響く命。で、しゃくらずに入っていただけるといいかなと思います。な、泣いて、生まれて、響く命。で、命のEはですね、流さずにはっきり入った方がいいと思います。響く命って流さずに、響く命、イをちょっとこうアクセント置くような感じで歌うといいかなと思いますので、ぜひやってください。で次のあの、きっと嬉しくて笑っているんだってあるんですけども、木の入りはですね、ちょっと息混じりで入っていただいて、しゃくっていくと綺麗に歌えますので、きっときっと嬉しくてですね、これはっきり入ってしまうとですね、きっときっと嬉しくてって言っちゃうので、きっと嬉しくて笑っての方が雰囲気も出やすいと思いますので、ぜひ息混じりで歌っていただけるといいかなと思います。できっと嬉しくてのくてに関しては、くてで1オクターブ下がってるんですよ。で結構音幅も大きいということもあって、音ずれやすいんですね。なのでここすごく注意していただけたらなと思います。きっと嬉しくてくてどうどうですね、上のドから下のドまで一気に下がりますので、ここすごい注意してください。で笑っているんだ、ここも口角を上げてはっきりと歌うといいと思います。笑っているんだ。で、次いきます。僕らはきっと、僕らはは全部同じ音ですね。僕らはっていかないでくださいね。僕らはきっとですね。で次、僕らはきっと出会うでしょう、手を引き背を押し出会うでしょう、背を押し、ここもまた1オクターブ下がってますので、注意してください。音程注意ですね。音程注意なんですけれども、音程注意しすぎると歌の流れが止まってしまうんですね。なんかカクカクしてしまうんですよ。手を引き背を押しみたいな感じになっちゃうので、難しいんですけども、この音程の幅もちゃんと取りつつ、流れもこう滑らかに流していくような感じで歌えるといいと思いますので、手を引き背を押し出会うでしょう、流れを止めずにちゃんとピッチを取るっていうね、感じで歌っていただけるといいと思います。ちょっと難しいかもしれないですね。で B メロなんですけども、きっといつか今日の日も、このきっとなんですが、この音がドミソなんですね。ドミソって意外にこう音が近くて結構離れてるんですね。ポンポンポンで飛ぶ音程になってますので、ここもちょっと音程取るのが難しいんですよ。なので丁寧に発音しつつ、ちゃんと音程を取っていかないと、すぐずれる箇所だと思います。きっといつか今日の日も意味を持ってほらなんですけれども、意味、下のミから上のファーまで飛び越えてるんですよ。もうこの曲も全体的にこう音の高低差が大きいところが多いんですけれども、これまあ
1オクターブ飛び越えてミからファですね、言ってます。一番大きい高低差なんじゃないかなと思いますが、ここも音程取りづらいと思いますので、もうすごい注意してください。意味を持ってほら、どうしてもこう音の幅をね狭くしてしまう人も多いと思うので、意味を持ってとかねやってしまう人も多いと思うので、しっかり意味を持ってほらみたいな感じで歌えるといいと思います。で次、耳を澄ませばなんですけれども、ここ一番リズムが取りづらい箇所だと思いますので、まあ、どうしてもこうリズムが苦手だっていう方は指3本出していただいて、ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー、こういうリズムなので、しっかりリズムを叩いて取っていただけるとやりやすいと思います。耳を澄ませば星のって感じで入りますので、ここのリズムがちょっと難しいなっていう風に感じた方は、この指3本出していただいてリズムを取っていただくと、歌詞とリズムがバシッと合うかと思いますので、ぜひやってみてください。でサビなんですけれども、見えない愛で、ここ母音の伸ばしでこう音程下がってますので、ここ注意してください。星の見えない日々を越えるたびに、たびに裏声ですね、たびに互い照らすその意味を知るのでしょう、互い照らす、ね、これも母音の伸ばしで、音程を、移動させてください。互い照らすその意味を、ここもそうですね、母音の伸ばし、いいで、いいよ、ね、音程の移動をしておりますので、ここも注意してください。知るのでしょう。で、次、この曲の一番高いところ。愛する人よ。この曲で一番高い音がきますので、す、愛す、出せる人は出してください。一番高いところを出すときに声を弱気になってしまう人、いますので、なるべくこう弱気にならないようにこう強くいけるようにしていただけるといいと思います。まあどうしても音域的に出にくいっていうね、人は半を下げたりとか、まあそれでも下げたくないっていう人多いと思うんですけども、まあ自分のキーに合わせて歌うのが一番いいと思いますので、マイナス1したりいただいたりとか、半を下げですね、で歌っていただけるといいと思います。で、愛する人よ、親愛なる友よ。ここもまた母音の伸ばしで音下がってますね。親愛なる友よ、遠くまで響くわえる。で、親愛なる友よ、遠くまで。ここまでが一息ですね。で、歌ってください。途中でこう、どうしてもこう、遠くまでの塔の前で、息吸ってしまう人も多いと思うんですけれども、なるべくこれ吸わないようにしていただいて、親愛なる友よ、遠くまで。で、ここで吸って、響くわえるって言っていただけるといいですね。で、最後の伸ばしですね。響くわえる。こう、ちゃんとですね、4拍伸ばして切っていただくように、切るタイミングも計算に入れて歌ってください。響くわえる。ね、こんな感じですね。響くわえる。はい、4拍ですね、しっかり伸ばして歌い切っていただけるように、お願いいたします。はい、それで以上です。まあグリーンさんもともとキー高い方ですので、まあ、なかなかこう、出ないという方もねいると思うんですけれども、まあ、今回の曲に関しては高いところは1箇所だけですので、まあ、それ以外でしたら、まあ、男性の方でしたら、まあ、比較的歌いやすいかなと思います。あとは連符があったりね、難しいところはあると思うんですけれども、まあ、比較的こうキャッチーな歌でカラオケでも結構盛り上がる曲だと思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただけましたら、いいねボタン、あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴の前でございました。